淡路島レイディオ。この番組はウオマス、アワジシマバーガー、アワジシマオニオンキッチン、タケタショクヒンレイト、ネリモノヤオキフーズ、コベシンブン、ノムラシンブンホ、スモトオリコミセンター、ナカハラスウィスン、コクシャノテキヨデオクリシマス。はい、淡路島レディオがお送りいたします上田直樹のスタンドバイミー、今回のゲストは、ここ、この18年9年やってますバーですね。ここの店主、チーフバーテンダー兼店主オーナー、堀池幸太郎君がゲストです。まあ、こちらが店の外観でして、この青い看板画面重視ですね。このお店の、オーナーの堀池幸太郎君が今回のゲストですが、お話は、先ほど、前回の、撮影させていただきました浜田さんの中で撮影しておりますが、店内の雰囲気をちょっと覗いてみましょう。では行きましょう。大丈夫いや、なんかめっちゃ明るいわ。ネットラジオの撮影会社に今日入ってます、ね。ごめんなさい。はい、淡路島レディオがお送りいたします、上田直樹のスタントバイミー、2月15日配信号です。今回のゲストは、これもあの堀端、堀端ではもう老舗です。もう20年近く、バーズルーというお店でバーをやってられるんですけども、今回のゲスト堀池幸太郎さんです、うん、どうぞ、はい。幸太郎君の代に変わってからバートゥルーがちょうど7年目ぐらい、そうですね、8年目入ったぐらいですね。幸太郎君は新しい形というか、一応本業も持ちながらバーもやるという二毛作な形でバーをやってる方で、これはもう今後の若い子たちのいい見本にもなるかなとは思ってまして、それで実は前回ゲストに登場してくれた浜田君と KJ とこの3人はなんと同級生ということで、今回は同級生3人並んでいただきました。はい、浜谷、前回引き続きよろしくお願いします。もういじめらんといてんな。はい、いつもいじめてる。で、幸太郎君といえば、ついこの間脳一血で倒れて、あ、まあそうですね、脳一血でんか、脳出血、脳出血、後ろの方がハゲ一血、まあ、それも関係ないやん。で、仕事中にプチン行って、はい、それで病院内で仕事中、あ、そう、仕事、うん、仕事中、昼間の仕事でね、昼の仕事、本業ね、で本業ので、うん、運よく病院で倒れて、そうですね、でたまたま救急車がおったんですよ。おが、よその病院に行って、でたまたま自分の、まあ、病院のスタッフと喋ってて、そこで倒れて、まあ、えらいこっちゃになって、でたまたまそこの病院に救急車が止まって、他の人ですけどね、で、その救急車に乗って僕をよその病院行った。だからタイムロスがなかった。そうそう。それで開いて手術した。まあ開かなかったの。開いてない。だから早かったから、もう保存的に、そういうのってどういう処理するんですか。開いて、もうそのまま安静だけですね。安静でいけた、はい。けど4日開いてないの。まあまあ、ある意味開いとんだけども。あ、そう、安静だ。安静と薬だけでいけた。けど4日意識なかったんです。あ、そう。とか起きたらほんまに4日経っとったけど、自分ではもうそんな分からへんから、日がめちゃくちゃずれて。俺でも、それが11月やった。11月9日。あ、まあ、僕に入ってた一歩は幸太郎死んだんですけど。いつもな。2回目やからね。結構2回目やから、ね、3回目やから、ね、それもう大丈夫なの。もう伝説の。お酒飲んで、まあ、あんこれウーロン茶、これウーロン茶、これウーロン茶、これカットカットやっとかないなって。あ、それは止められてバカか。これウーロン茶。まあまあ、その辺、そこはもう大丈夫やったと。まあ、お酒も飲んでダメなんですけど、あの幸太郎君といえば有名なあの不死身の男でして、こんなことよりも大変なあの海で27時間漂流したんです。いや、持ってません。19時間。19時間。ウィンドサーフィンしてて、
どん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 流されていって19時間漂流したっていう一件があるんですよね。はい、それがいくつの時？32ですね。そういうな。32よ。そうか。うん、このもっとわからなかった。32。うん、分かった時ですね。その時浜屋に孝太郎とこのお母さんから。お母さんが電話あって。いや、ね、でまあまあ孝太郎さんのお母さんが夜中で携帯もない時代です。うん、で浜屋、孝太郎おらんねんって。なんでって言ったら、ウィンドサーフィン行って、KN の松原で車を置いたまま、おれへんねん。ほんで今、テレビの人とかいっぱい来とくから、あの、私無理やから浜田君来てって言われて、ほんで行きました。言うて、こっから、まあ、もう喋れ。何が原因で漂流したの？ウィンドサーフィンしてて。ウィンドサーフィンして、あの沖の方で道具が少し、あの、まあ、ボードと、あのセールってありますよね、うん、そこ繋いでるとこがあるんですよ、ジョイントって、うん、そこがね、壊れてしまって、沖の方、うん、そんなんで、よう壊れるもん、いや、壊れないですね、ほんまは。あ、そう、まあまあまあ、なかなかね、そのあまり出えへんかって、そのちょっと劣化してたんでしょうね。あ、で、それで壊れてしまって、うん、え、これで壊れて普通の人やったらそこでもう物を捨てて泳いでいくんじゃん、砂浜普通の人はまあ、もったいないな。まあ、板も結構ね。で泳ぎ切れる距離じゃないからな、うん、この板、このね。あ、うん、なんとか行けらんこともない。2キロぐらい、2キロぐらい沖に出てやってるんですけども、まあ、そこで壊れてどうしようか考えたんですよ。まあ、パドリングもしたけど、ちょうど風と波も全部沖の方に向いてて、うん、まあまあ、ちょっとしんどいな。で、まあまあ、とりあえず道具、沖で、あの、畳んでちょっとプチイカダみたいなの作って、うん、で、まあ、パドリングしながら岸に向かってたんですけども、うん、まあこう使えへんな思いながら、まあ経能というところで流れたんですけども、うん、経能から取り替えの方のこう堤防があるんですけど、うん、そこに引っかかったらええかないう感じで流れてたんですけど、うんうん、え、それって何月ぐらいの話？7月7日、七夕の日。ああ、俺の結婚記念日。マジか。別にかけないやん。かけないやん。で、それで漂流し始めたのが何時頃なの？夕方4時半、5時、4時半ぐらいですかね。で、そこから19時間いたら見つかったの何時頃？ほんまはもうちょっと流れたから、見つからこう通報があってからの19時間やから、うん、多分もうちょっと20時間ちょいぐらいと思う。僕も孝太郎よりもっと面白く喋れるんですけどもう無理今日ほんで五色沖かなんかで待ってたんやろ浜屋。そうやで、じゃあね、チャンスこのまあもう孝太全部言うてええの、うんうん、もうさっきの話で、ねうん、お母さんからほなうちのおかんが電話出ました。ほな孝太郎君のお母さんから電話ですと、うん、ほんでほなお母ちゃんどないしたんって言ったら、安子ね、孝太郎のお母さん、安子が浜屋今から経営の来れるって言われて、うん、いやもう行けないことないけどどないしたんって言った、うん、このね、さっき孝太郎海で流されとんねん、うん、ほんでどこにおくか分かれへん、うん、マジ、ほんでもうテレビ局の人とかいっぱい来て私対応できないから浜田君来てって、うん、って言われて、うん、ほんでほなお前で分かったわ、ほんで行きました、うん、ほんで行って、まあ、着きました、うん、ほんで孝太郎の車置いてます、うん、ほんであのまあ、でこのウィンドサーフィンした形跡もあります、うん、ほんでこれでもう海上自衛隊からヘリコプターまで出て、うん、ほんでしょってほんでね、まあもう折れへんと、うん、ほんであの砂浜に経路の砂浜に BG サンダル2つあったんですよ、うん、ほんで俺もうこれ孝太郎のやって、うん、ほんなもうちょっと散乱しとったんですね、うん、ほんで自殺したんちゃうかってまさかまさかほんで、うん、同じ人会うだもんもうあの警察のシェパードとかもいっぱい来てほんまにほんで、あの祭るとか探すで折れへんって、うん、な匂いないってほんで俺らもまあ嘘でテレビも来とっからもう暗闇の海に向かって孝太郎聞こえるなあれほんとあれ言ってけどほんで今笑ってられるけどな今おるからね、うん、我々の話なんで、うん、ほんでしょったらもう朝方だったら今度もう朝方でも見つかれ、うん、ほんでもう俺こそババアさんやみんなに電話して、うん、もう孝太郎偉いことがあったほんで俺も仕事休んで、うん、ほんで
来て、ほんでまあこれで、ほんで今度孝太郎のおかげで浜田君テレビ局の人をインタビューさせてって言うんだけど、ほんでお前で行けやつ、私ほんなら無理やわ、ほんなほんで浜田君行ってって、ほんな浜田あの親友の浜田君で出てずっと俺笑いながら話してええやつなんですけどねみたいな、ほんなもう案の定何一つ映ってないね、テレビ笑いすぎてたね、まあ、ほんで笑いしながらしてた、ほんなうちの親父が、うん、うちの親父も心配してくれて来てくれて、うん、ほんなうちの親父いたらフェリー乗っとってずっと乗っとって、ほんなあもうサメに食われとんなっていや、うん、バラバラよ、いやでもそういう恐怖がこれがこの漁船、ちょっとでっかい漁船であれフェリーのもうスクールに巻き込まれとると、うん、あっこって結構大きいタンカーとかの航路やから、うん、近寄ったらほんまに巻き込まれる、うん、吸い込まれるんですよ、うん、ほんでほなにしょってほな警察から電話かかってきました、うん、ほなまあまあこれ言うてんの土左衛門って言うてんの土左衛門大丈夫上がりましたと、うん、ほんでこれが孝太郎や、うん、ほなもう警察からご確認ください、うん、ほんで確認来てください、うん、ほな孝太郎がもう泣き崩れて、うん、ほんで俺らはまあ身内じゃないから、うん、ほな孝太郎のかパトカー乗ってほな五色の漁港に行きます一挙、うん、ほんで俺らを俺勇気連れと後ろついて一挙ったらパトカー止まって降りてって孝太郎生きとったほな俺土台も全く一緒の日に土台も上がっとったほんでこれで孝太郎ほんで行ったら孝太郎もう漁船に助けられてトドみたいなほんでもう俺もお前何しょんのなって言って言うてこいつの一言浜やパンもパン腹減ったパンパンお前嘘やろお腹すいとってパンパンパン浜やパン持ってないえお腹変の分かるけど水分とかどうなしてたんやは、あの助けてもうたおっちゃんにもうたほんでその助けてもうたおっちゃんがまたね、うん、これがもう後日談で、うん、ほら孝太郎が高校の時バイトしとった、うん、なんやでこれでこいつテレビ出とんねんほんでこれでこう奇跡の出会いみたいなね、うん、ああそうほんで俺お前ほぼ24時間おって、うん、嘘でも孝太郎孝太郎って言ったあれなんだと。テレビにも映らんし一応ちゃんと説明したねテレビもほんで一回ね孝太郎の車あって孝太郎のな車も置いとって中にワイパーの中あの車の中にフロントに封筒あったんですよね一個、うんうん、ほんで警察もこれ浜さんどうすかこれ衣装でしょ普通に車メイドでガラス割って割って車のほんで衣装さ、うん、携帯やねあれ携帯の領収書だってほんでこっちほんで後で孝太郎あれビーチサンダル取っとったってこれ俺のちゃうって俺のほんで車の前いたら孝太郎のナイキの車あ靴綺麗に並べて置いとんだ嘘やと思って逆やけどな逆かバラバラのビーチサンダルが俺でそれとナイキのわけわからんそうでナイキの靴並べて置いとったやんほんでこれ並べておくやったらもう知るな、うん、そうやな、ね、でも本当にそれはどうさえもんのそれがわからんいやこれわからんこのナイキの靴の持ち主はわからんけど何の話よこれいやまあ孝太郎の流れた間に浜屋がしょったことほんでもうパンも言わんとこあこれだこれ言わんいや俺どっちのあだから死んだふりしとったやそれはもうそれはこれこれ勝った勝った勝ったそうか、うん、で知人部行く意味も出たんやろそれでやっぱそのこう結構新聞とかネットとかでもあって、うんご取材させてください。で俺ね、父親部分ね、ほんなもの例えば高校の時にバイトしょった人の若めの人に見つけてもらって、これが美談になる。うん、ほんでも俺らのこと一言も言えへんねん。って思ってる。これがもう腹立つ。いやいやいや、それはテレビ的に使われへんかっただけで、全部説明したんです。なるほど。こんな浜田君にこと。友達の大切さも分かったりでちゃんと言うとんねんこんなに困った時に来てくれるって全部言うたんねんほんま、うん、全部言うたよ言うすこれ全部切られてんおもろなかったそんなビンタなかった喋れなかったもっと面白おかしく面白く言うたらあかんやんだけど言うたちゃんと言うたよこれは、うん、
だから友達がこんなこんなことしてくれたんやけど、もう疲れてね。そうで、その前にもなんか一回死にかけてる、うん、車特攻事件だね。それはどこで、淡路で、まあまあ簡単に言うたら、起きたら車が大破したんです。あ、居眠り運転したの、はい。ほんで自分の大破した車見つめながらずっと呆然としとったら、一緒に働き人がたまたま後取って、お前ドライ大丈夫かって言った、ん大丈夫って。ほんで車廃車やね。怪我は、ちょっと打ったかな。ちょっとこうなんか、うん、鼻血出たかな。それが20代20ほんま二十歳やね、2ぐらいです、22ぐらい、うん、21人10年に1回なんか10年に1回なんか10年出勤、10年出勤、もうなあ、やるな、もういけず来る年までなってしもたよな。そんな俺はもうこの同級生、いやいや同級生でもおじさんが一番やばいと。来たからもうずっとこの間までずっと変頭痛する、変頭痛するってずっと言ってて、もう幸太郎と一緒や、多分なんか脳腫瘍かなんかできてるわ思って、病院行ったら首の姿勢が悪い言われてる。大変やで、うん、いきなり来るな、そういうのあるよ、ね、で、今予防見たら何かしてんの、その、少しだけお酒控えて。少しだけ。そんな感じ。今ビールついてしまう。あと、タバコは控えとくかよ、控えと、控えたっかい。まあでも、珍しいんじゃ、こんな同級生が3人店やってるみたいな、住元で。まだ、おんのちゃん同級生で店やったの、おらんか。いや、俺、長井家の中ちゃんもそうやし、うん、あ、長井さんもそうな、俺はさっき言ったトキな、トキのヒユさんもそうやし、カイちゃんもな、結構住元で豊作の年。トキさんも、カイちゃんとこの店の名前、うん、アマ、アマ、アマさんもエニシ、エニシは、まあ、あれ住元家、まあ、住元かな。結構多いんですよ、豊作やな、うん、豊作でもないだろう、うん、まあ他の学年くらいだったら多分多い方やと思うんですよ、うん、あ、うん、なんか学年によって元気な年とかってごつあるよな、なんかね、そういう感じ。俺の一個上の年齢の人だってめっちゃ元気な人多いやろ、あの孔子さんとか、あの中田さんとか、池澤さんとか、あ、もんなんか、あの辺の世代ごっつい元気な世代、あれだろ、まあまあ、俺も元気な尊敬する先輩けど。いや、ほんま、俺はそんな、なんか、変にその年々によって全然変わるからな。うん、え、小田君、商売どう、最近。商売もう、まあ、のんびりですね、だから、うん、そんなに無理をせずに、それしたらあかんから。だって、ほら、もう、別にせいでもええから。今も、貯金7億あるよ、たぶん、うん、誘惑やったけど、全然。あるかい、あるかい、ほんな。来たから1年で1億貯まってる。じゃあ1億2000万だよ。ほんま。すごいな、1000万ずつ上がりだしたの。言うだけはいい、叩いても全然いいですけど。いやー、これみんな元気で頑張っとんのええな、でも羨ましいな。いや、それはね、上田さん、うん、ぶり返しますけど、仲がいいからですよ。仲いいからうまいことやれるの、俺のいじり方しないよ。みんな仲良しんよ。、うん、うまいことやっていけよ。まあ、だから言わなあかんとそれ、うん、いや言わねえよ。いやもう あれや、こうだら仕事戻らなあかん。あとであの店の撮影行きますんで、またよろしくお願いします。こんなグダグダのないと思うで。いやいやいや、まあまあ、俺今回のゲストは、不死身の男、堀池幸太郎さんでした。どうもありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。こんなんでもう一回喋って不死身の男です。ありがとうございました。ありがとうございました。乾杯、はい、乾杯、はいはい、しません、しません。淡路島レディオ、この番組はご覧の各社の提供でお送りいたしました。ふなふふ。